釣り具メーカーと契約したプロアングラーが不正をするほど収入が低い理由は、競技釣りの参加費用や交通費、宿泊費、装備費用などが高額だからです。また、競技釣りは一定の成績を残さなければ、スポンサーからの支援が得られず、そのプレッシャーから不正行為に走るプロアングラーもいます。サッカーのメーカーは、ボール作りと靴作りに注力すれば、日本の多くの市場をカバーできます。しかし釣りの場合、決まった場所で決まった相手のみではなく、対象魚も生息域も釣り場の環境も違うので、それぞれに合った道具が必要になります。釣り人口が少ないのに、対象魚種によって釣り人が細分化されるので、それぞれの道具を開発しても購入者が少ないのです。それぞれのファンが存在するために、プロアングラーもバス専業でったり、ビッグベイトのマグロなど、船釣りなど多様です。サッカー選手がサッカーに注力するのみで良いことに比べて、釣りは道具の広告塔になり、超過を求められ、プロアングラーが釣りのみに注力できない要素はそこにあります。愛嬌のある親しみやすい顔と声、そして社会的責任を負う責任感のある超人スペックがプロアングラーなのです。本当にすごいから、さらに競技釣りの出場機会も限られており、収入源が少ないことも要因の一つです。これらの問題を解決するためには、収入源を増やす方法を見つける必要があります。